皆様こんにちは。今回はチットチャットをやっていきたいと思います。はい、では下地は最近ずっとこれ使ってるんですけど、フィジシャンズフォーミュラのイルミネーティングプライマーを使っていきます。本当にずっとこればっかり使ってます。なんか塗りたては普通の下地とはあんまり変わらないんですけど、時間が経ってこうパウダーがね肌に密着してくると内側からのツヤも同時に出てきて、ツヤツヤツヤって肌になるんですよ。だからね、夜もしデートとかの予定がある方、これこういうこうね内側からツヤが出るタイプの下地を使うことをおすすめします。本当に綺麗なツヤが出るので、時間が経つにつれて綺麗に見えます。で、私はこれを塗った後にちゃっかり買っていたこれ、キャンメイクのポアレスクリアプライマー、毛穴をね埋めるタイプの下地を、ここがねやっぱり毛穴は開いているので塗ってみます。本当にあれにイヴ・サンローランに似てますね。今結構売り切れ、私はこれが出たての時に見つけて買ったんですけど、今ロフトとかで見ても全然売ってなくて、やっぱり人気なんだなって思います。ここに塗ります。あー、塗った感じもめちゃくちゃ似てるイヴ・サンローランのに。香りはないんですね、初めて使うんですよね。で、ここの鼻にもね一応塗ります。うん、いい感じ、毛穴が埋まってる感じします。そしたらファンデーションはメディアのクリームファンデーションを使っていきます。私 OCD1 番使います。スポンジでなじませていきます。そう、ちゃっかり全然ね紹介できてないんですけど、春コスメっていうか最近出たコスメの買ってて、リンメルのショコラスイートアイスのソフトマットとか、私アマゾンで予約してたんですけど、アマゾンのこの予約ページの多分まだ発売前だからか、写真ではなくってなんかイラストみたいな感じだったんですよ、これ。そしたらすごい濃いピンクの色味で、あ、そんな色味のアイシャドウ出るんだと思って、結構プチプラの中では なんだろう挑戦してるなって思うぐらい派手なピンクと思って届いたら、ん？みたいな、ほんのりあれみたいな。で、これ使います。メイクアップレボリューションのコンシーラー、私の色は C8.5 です。これすっごくカバー力が強いコンシーラーなので、ここにねちょっとつけて伸ばします。このコンシーラーは私メイクアップレボリューションの公式でよくお買い物するんですけど、レボリューションビューティーっていうサイト、海外のサイトなんですけど、そこでこのコンシーラーとファンデーション、大きいタイプのファンデーションもあって、それをセットでカートに入れてたんですけど、 なかなか注文はしてなくてカートにも入れてたんですけど、で、そしたら日本のメイクアップレボリューションでもこのコンシーラーは入ってきて超嬉しい。カバー力すごくあります。で、パウダーがアワーグラスのパレット、久しぶりに、明るい色でいいか、色がこの明るい色を使います。うん、めちゃくちゃ綺麗に毛穴埋まってる。この組み合わせいいですね。全体的にはツヤ感のある下地を使ってこうね部分的に毛穴を埋める下地を使う。まあでもいろいろ部分的に使ってもいいと思います。ツヤの出る下地をこの頬骨の高いところとか鼻だけに使うとか、そういう使い方もいいですね。なので全体的に保湿力のある下地を使って、ここの部分には
ツヤの出る下地を使って、毛穴が気になる部分には毛穴を埋める下地を使うみたいな。なので結構ね、おすすめの下地ありますかって質問いただくんですけど、本当に部分的に下地を変えてあげるだけでだいぶね、完璧な肌に近づきます。1個で全仕上げるよりも。はい、でイニスフリーのアイブロウペンシルを使っていきます。なんか目に入ってるぞ。はい、ちょっと濃いめに仕上がってしまった。このホワイトシェーピングパレットのノーズシャドウで、先にノーズシャドウとあとクリースにも色を入れていきます。そしたらこのね、視聴者の方にいただいたアイシャドウ、 S アイシャドウオレンジパーティー、これどこのなんだろう。とってもね、綺麗なオレンジのラメ。私がこの間デートメイク、あ、デートビログを出した時に使ってたアイシャドウはこれなんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。本当に綺麗、キラキラ。締め色としてこのまたピクシーのパレットのこのカラー使って引き締めていきます。こんな感じで締め色のせて、またちょっと足します。本当にこのシャドウかわいい。これどこのだろう。でアイシャドウ終わりでビューラーをしていきます。あ、そう、それでまあ水でといってはあれなんですけど、矯正、最近の矯正の経過は、久しぶりにこれ使います。ファシオのマスカラベースボリューム。前にマウスピースかな、前歯の横の歯がはまらなくなってきて型を取り直してるっていうのを言ったと思うんですけど、そのマウスピースができて、新しくね、歯にまたそのマウスピースに合ったアタッチメントって言って、なんか U ライトみたいなので固めて歯の表面にボコボコってなんかつけていくのがアタッチメントっていうんですけど、そのアタッチメントをつけてもらって、今また新しく作ってもらったマウスピースを使って毎日生活しています。なのでこれは新しいマウスピースで、前回は結構ね、こう歯の均等にアタッチメントをつけてたんですけど、やっぱりね、こっちが動きづらいからか、こっち中心にアタッチメントをつけています。で、下の歯もここのね、だいぶ隙間なくなりましたよね。今はまあ、あのマウスピースはめてるので、なおさらに隙間がないように見えてるんですけど、あと少しだけ隙間があって、でここがちょっと奥にもっと行ってた歯がだんだんね、手前に出てくるようになって、下の歯はすごく綺麗になってきてます。
はい、でこの歯こうなってたんですよ。歯と歯がね。でここに隙間が三角形にあって、まあそれは 歯っていうのはこういう形だったなんですね、私の歯。なのでそれがこうやってなってもぶつかってここに隙間ができてしまうんですけど、ここをねちょっと削ってもらえたので、だん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 ねこうなってくると思います。まあ最初に比べたら全然隙間なくなってきてるので私も感激してるんですけどね。矯正っていうか歯医者さんってすごいなっていつも思ってます。はい、まあそんな感じです。めちゃくちゃ痛いです。なのでまたでエクセルのカラーラスティングジェルライナー CG01 番を使ってラインを引いていきます。はい、まあ振り出しではないんですけど、またね新しいマウスピースに変えるときはめちゃくちゃ痛いです。でもね、こうやって歯が変わってくる様子を見ていると本当に嬉しい。やってよかったなって思います。そしたら、シェーディングはこれを使います。このカラーで、チークはこれもこの間買ったあのドンキに売ってるエンジェルハートっていうブランドのソフトパウダーチークス03アプリコットオレンジを使っていきます。どうなんだろう。これもねこんな感じでブラシとミラーがついてるんですけど、このブラシでつけていきます。発色いいで、ラメ入りでヘルシーって書いてあったんですけど、確かに結構ラメ入ってます。はい、こんな感じちょっと濃いめにつけてみました。この色かわいい。安いんですよこれ。いくらだったかな、650円。安い。そう、ドンキで見たらたまにチェックしてるんですけど、結構いいですね、かわいい色味で。マスカラはこのマジョリカマジョルカのラッシュキング BK999 を使って上下たっぷり塗っていきます。グーン、グーン、伸びました。で、リップはメディアの、どうしようかな、オレンジにしようかな。一回オレンジになってる、まあ、チークとアイシャドウもオレンジだし、これでいいか。はい、ちょっと早めなオレンジメイクをしてみました。こんな感じで今回のチットチャットは以上です。ね、やっぱりこう秋冬になるとブラウンのリップを使ってテンション上がるし、春夏もうそろそろ春、もう今日とかすごくあったかいし、春になってきてオレンジ色を使うとめちゃくちゃテンション上がりますね。はい、もうこのね視聴者の方にいただいたこのアイシャドウが本当に可愛いから使ってほしいんですけど、これどういうとこなんだろう、調べてみます。期間限定発売って書いてあります、このアットコスメの。じゃあもう売ってないのかな、去年っぽいですね。めちゃくちゃ可愛いのに、はい、でももし何かの機会で見つけたらぜひ使ってみてください。このアイスクリームパーラーのオレンジパーティーとても気に入ってます。でメディアの口紅ももう安定に可愛い。そして今日使った、新しく使ったこのチークも超可愛いので、
ドンキで見つけたらぜひ買ってみてください。はい、じゃあ最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。